1878年の土木七大プロジェクトは、1878年に立案された水運を中心とした東日本の交通インフラストラクチャー整備計画。単に七大プロジェクト、東日本七大プロジェクトなどとも呼ばれる。立案当時の1870年代には、氏族の経済的な救済と、植産工業の推進が政府にとって重大な課題となっていた。 これらを解決するため、1878年3月6日に、内務卿大久保敏道は、大乗大臣、三条耳に、一般職産及び話属受産の儀という、伺い書きを提出した。この中で提言した7大プロジェクトの具体的な内容は、宮城県の松島湾周辺に新たに港湾を築く。さらに、 岩手県の交通の動脈である北上川との間に、北上運河を改作する。公費、35万円。新潟港を改修し、大型船に対応させる。公費、31万円。清水峠に道路を新設し、新潟県と群馬県の間を陸路で結ぶ。公費は不明。大谷川の運河と北浦と日沼間を改作し、中港と水運で結ぶ。 公費、二十万円。阿武熊川を改修し、合わせて、定山運河を整備して、福島県と仙台を専運でつなぐ。公費は不明。阿賀野川を改修し、福島県から、日本海へのアクセスを向上させる。公費は不明。インバ沼とケミ川運河で結び、東京までの運路を設ける。公費、二十万円。というものであった。 総予算は150万円だったという。また、対象の選定に際しては、1876年の明治天皇による東北三行の際の各県知事からの請願が参考にされている。3の清水越を除き、ほとんどが水運の整備事業となっている。これは、当時は国内の鉄道整備がまだ糸口についたばかりであり、江戸時代以来の改札などが、 運輸の中心であったことが理由と見られている。特に東日本では、この計画から5年後の1883年に、ようやく上野駅と熊谷駅の間で路線が開業した段階であった。大久保はファンドールンらの技師に調査と、具体的な計画の立案を命じた。大久保自身は、伺い書の提出から2ヶ月後に暗殺されたが、 多くはその後も計画が進められた。伸びる疾光や清水峠の整備は、完成から数年内に起きた天災による破壊で、復旧が困難となり、建造物が放棄されるなどして、完全な失敗に終わったが、阿武熊川と低山運河の整備は、地域の水運を活性化させ、浅霞疎水を含む阿賀野川整備は、電力や農地を新たに生み出した。一方、 大谷川やインバ沼の運河は計画が中止ないし延期されたという。特に東北地方の水運については個々の整備の間に連携効果が計画されるなど、この計画は近代日本にとって最も初期の総合的な国土開発計画となった。ありがとうございます。